ただいま。安城は西で初め機種2着8番グランマックス3着当番アップグレードでした。払い戻し分単勝7番260円生まれ7番8番ん、ああ友也君、あんたの孫だ。はあ、こんにちは。こんにちは。ずっと家にいたのか。うん。あんたの母親に会ってきた。へえ。こいつと旅行してな。ずっと北の。あんたが昔俺を連れてってくれたところだ。うん。いろんな話を聞いたよ。大変だったんだなって思った。俺もいろいろ思い出した。昔のこと。なあ、親父。疲れたろ。ん？そろそろ休んでもいいんじゃないか。田舎に帰ったらどうだ。あんたの母さんが待ってる。あんたが俺の手を取って、自分で育てるって誓ってくれた場所でさ。ああ。あんた、もう十分頑張った。だからさ、もう休めよ。田舎に帰ってさ、母親と暮らしてやれよ。な。いいのだろうか。何が？俺はやり終えたのだろうか。あんた何もかも犠牲にして俺をこうして育ててくれたじゃないか。俺みたいな出来の悪い息子のために人生丸ごと使ってくれたんだろ。もう十分だよ。そうか、いつの間にかやり終えていたのか。それはよかった。着替えと、それから少ないけど金も入れておくからな。ああ、悪いね。向こうには俺から連絡するから、途中で荷物なくしたりするなよ。うん、気をつけるよ。家のことは俺が何とかしとく。借金の始末もやっとくから。ああ、すまないね。後ろ、ほら、おじいちゃんにバイバイって。バイバイ、おじいちゃん。はあ。それじゃあここで。体に気をつけろよ。あ、酒飲みすぎるなよ。はあ、トモヤ、ほらお菓子だ。タバコも吸いすぎるなよ。はあ、父さんまた出かけるけど食べ過ぎないようにするんだぞ。長生きしてくれよ。いつも寂しくさせてごめんな。絶対に恩返しに行くからな。帰ってきたら夕飯ちゃんと作るから。絶対に行くからな。二人で食べよう。な、友也。
どうした友也。どうして泣いている。ごめんな、ウシは。心配しなくていいんだ。父さん、うん、今日までありがとう。じゃあ、行くよ。あ、元気で。友也も元気で。あの人は幸せだったのだろうか。一番幸せな時に愛する人を亡くして、それからは俺と二人きりになって、俺みたいな親不孝な息子のために頑張り続けて、それで幸せだったのだろう。